私のチャンネルへようこそ JBN1View。 キング&プリンスへの永瀬角が恋人と〇〇したいと衝撃告白、ファンからは妄想が止まらない。なお2位は北海道、1位は京都府という結果で、永瀬は京都わかるわー。マジで。ダントツか。俺も京都行きたいもん。今、旅行で、と共感していた。さらに、ランク外ではあったが、静岡県に行きたい、という意見も。2年前に友達と彼氏ができた時のために熱海に下見を行った、というリスナーからの、2年間恋人ができていないので、来年こそという気持ちです。レン君一緒に、温泉、いかがですか？とのメッセージを紹介した永瀬は、お風呂一緒に入ってくれるのであれば全然いいですけど、ね、と、返答。そして、もう、何のために旅行してるかわからんってくらい、多分一緒に入りたい人間なんで、と、恋人と一緒にお風呂に入りたい派だと告白すると、恥ずかしがらず入ってくれるのであれば全然、行きましょう。熱海好きなんで僕も、と、リスナーを誘ったのだった。今回の放送にネット上では、超多忙だからこそ、温泉を行って美味しいご飯食べられるといいね、温泉一緒に入りたい派とは、衝撃的な告白だった、といった声のほか、もう角くんと温泉行く妄想しかできません、お風呂一緒に入る妄想が止まらない、など、永瀬と温泉旅行を楽しむ妄想をするファンも多かったようだ。この日は、永瀬が女子の気持ちを分かっているかどうかを調査するコーナー、王国リサーチ女子の気持ち分かりますを実施。恋人と旅行に行くならどの都道府県に行きたい？とのお題で女性リスナーに行ったアンケートの結果について永瀬は、時期もそう待って温泉が上位にあると思う、俺の予想では温泉都市が入ってきますと推測。そして、シンプルに1位は北海道、2位が草津、群馬県、3位が東京都、と予想した。結果発表の時間となり、3位は大阪府だと知った中、ドリームズカムトゥルー2 a の楽曲ラバー、一生 A 2007年のイントロ部分にアレンジを加えながら、好きやけど好きなのに好きなんだ好きやねんから、音符と歌うとなぜか大阪ロマネスク、06年、ですと。その後、大阪ロマネスクは、関ジャニ∞の曲や、と気がつき大爆笑していた。そしてリスナーからの、大阪には何度か行ったことはあるのですが、いろんなお店があって飽きないなと思うので、朝から晩まで観光してみたいです。レン君に大阪案内してほしいです。とのメッセージを読み上げると、大阪、いいところですよ。お好み屋さんあるし、俺がよく行く。いいね、行きましょうか。案内します。いつものお好み焼き屋さん連れてきます。と宣言。キング&プリンス永瀬角がパーソナリティを務めるラジオ番組、キング&プリンス永瀬角のレイディー・オー・ゴーデン。12月8日放送回は、今行きたい旅行について語った。まる私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。